4月25日に行われた WBC&WBO 世界スーパーバンタム級タイトルマッチで王者スティーブン・フルトン、米国に8回 TKO 勝利し、新たに同級2団体統一王者となった井上尚弥、大橋、世界で最も権威ある米ローホボクシング専門誌、ザリングの編集長ダグ・フィッシャー氏は、同志のパウンド・フォー・パウンド、p f p 世界初の2階級4団体統一を達成したテレンス・クロフォード、米国ではなく、井上に1位票を投じたことで話題になった。その根拠の一つとして、決戦直前に吹いた、逆風、絵の対処法に言及。こいつはパウンド・フォー・パウンド、TFP、1位に値するものだ、と称賛している。動画、TFP1 位に値する、リング氏編集長が改めて絶賛井上直也。 強烈な右から追撃の左、猛ラッシュで TKO を奪った実際の映像フィッシャー氏は、俳優のマリオ・ロペス氏と米スポーツ専門局、ESPN 歴史者を務めていたスティーブ・キム氏による米ボクシング専門ポッドキャスト番組、サンノックダウンルールの YouTube チャンネルにゲスト出演。少数派だとは分かっているが、私には井上の勝利の方が少し際立って見えた。 私は未だにモンスターを PFP のナンバーワンと見ている、などと、井上推し、の論調を崩さなかったが、その根拠となる井上の行動について語った。もしクロフォードとスペンスの試合が失敗に終わっていたとしても、それでもハッピーだった。なぜなら、試合前に井上に投げかけられていた軽蔑があったからだ。彼のことを傲慢だという役子もいたし、と話し、司会者から、 過大評価されているとかね、と水を向けられると、こう続けた。ああ、ノニとドネア一人としか、実績がある選手と、戦っていないし、そのドネアは年を取っていたとかいうやっこもいた。パフォーマンス向上役の疑いを投げかけたりとか、グラブ、バンテージの巻き方が違法だとか、論争が積み上がっていた、試合前、フルトン陣営からバンテージの巻き方に不服を申し立てられていた井上。 他にもいくつかの、難癖、が各方面から付けられていたが、フィッシャー氏はその対処法に感心したという。それでも井上のそれへの対処法は、特にスティーブン・フルトンのチームメイトがいる前で試合前に彼が見せた愛は、テーピングを巻くところを見せて、これで大丈夫。OK、この巻き方でいいか、と確認した上でリングに上がり、大差で勝ったんだ。本当に一流で多彩なボクサーに。 無敗で全盛期のボクサーにね、数多くの無敗のボクサーを倒してきた無敗の統一王者だ、その上で、これは井上にとってスーパーバンタム級で最初のファイトだった、と道の条件だったことも指摘。そんな、逆風、の中での勝利だったとあって、こいつはパウンド・フォー・パウンド、1位に値するものだ、と改めて井上を絶賛した。